こんにちは。この動画では株価データをプロットするライブラリ MPL ファイナンスの使い方について説明します。 Python で株価のデータを取得してこんな感じのグラフを作成できるようにしましょう。はじめにナンパイ、ガンダス、マットプロットリブ、MPL ファイナンス、ガンダスデータリーダーをインストールしてください。今後数回の動画はこれらだけを使用します。さて、それでは早速コードを書いて実行してみましょう。動画に使用したコードは概要欄のリンクから確認できますので、ぜひ手元でも実行してみてくださいね。それでは、はじめにPandas、Pandas データリーダーをインポートします。OS はファイルの存在チェック、タイムは一時的な処理のストップ、リモートデータエラーはファイルが取得できなかった時のエラーハンドリングに使用します。今回は、株価データを取得する関数、get ファイナンスデータをはじめに定義します。この関数の使い方は、ここに書いた通りです。ティッカーシンボル、開始の日時、終了の日時を受け取り、ティッカーシンボルの指定された期間の株価データを返す関数です。ちなみに、このようにコードの特定の領域使って書かれた説明的な文章を、ドクストリングと呼びます。関数の中身をもう少し詳しく見ていきましょう。ファイルパス、はデータを保存するパスです。OS メイクディレクトリはデータ保存先のフォルダを作成しています。そして、もしもすでに保存されたデータがない場合は、データリーダーを使って Yahoo からデータを取得する、というコードです。もしも、銘柄が見つからない場合は、リモートデータエラーなどの例外が発生します。データが正しく取得できた場合は、データを CSV に保存して、そのデータフレームを結果として返します。さて、この関数を使って NVIDIA の株価データを取得してみましょう。NVIDIA のティッカーシンボルは NVDA です。ちゃんとデータを取得できましたね。はい。ローなどの列名がありますが、これは左から順番に高値、安値、始まり値、終わり値、出来高、調整後終わり値を指しています。調整後終わり値とは、株式分割で一株当たりの価格が下落した箇所を考慮して計算した株価のことを指しています。始まり値、高値、安値、終わり値はその頭文字を取って OHLC と呼ばれています。それでは、MPL ファイナンスを使って OHLC チャートを作成してみましょう。先ほど取得した NVDA のデータを MPL プロットに渡すだけで、簡単に作成できます。タイプのオプションはチャートの表現方法を指定する箇所で、キャンドルと指定すればロウソク足チャートを作ることができます。次は、このチャートに移動平均線を追加していきましょう。移動平均線とはテクニカル分析において使用される指標の一つであり、その名の通り株価の移動平均をプロットしています。MAV、ムービングアベレージ25、25、75を渡すだけです。このままだとどれが何日の移動平均線かわかりにくいので、関連も表示しておきましょう。最後に、ボリュームをトゥルーとすれば、出来高のグラフを表示できます。ついでにスタイルのオプションも、Yahoo に変更します。これは、グラフの見た目を変えるためのオプションです。これは、まさに Yahoo ファイナンスで表示しているグラフですね。はい。本日の動画はここまでです。今後は何回かの動画に分けて MPL ファイナンスの使い方や可視化の方法を説明して、その後で時系列データの分析方法について動画を出せたらと考えています。質問やアドバイスございましたら、コメント欄に一言いただけると大変嬉しいです。また、高評価、低評価、チャンネル登録も大変励みになります。本日は最後までご視聴ありがとうございました。